セントポーリアは岩タバコカノ族の一つ。セントポーリア族の総称。和名はアフリカスミレ族。ケニア南部とタンザニア北部の産地に生息する非体幹性の多年層。俗名は発見者であるドイツ人バルターフォンセントポールイコールイレールに懸名されている。花言葉は小さな愛成長形態によりロゼット型と トレール型の2型に分けられる。ロゼット型は、石管が、極めて短く、歯が、タンポポのように放射状に広がる。トレール型は、石管が長く、地面を這うようにして、長い茎が形成される。花は、左右相称の合弁花で、2列した上唇と三列した下唇からなる。裂片は、下唇の方が大きい。花弁は紫色、または、 薄紫色で、鼻筒は短く、玄武はほぼ直角に広がる。黄色の薬を持つ2本のおしべが、頭部から突出している。下中と中刀は、花弁と同じ紫色である。加工は、溶液から伸び、周酸化除になる。洋芯は、楕円形または卵型で、縁は、前円または、虚子が入ることもある。洋芯には、ハゲが生えているが、 その長さや形態は種により異なり、平けでけ、複毛など様々である。ケニア南部とタンザニア北部の産地に20種が知られている。分布の中心はタンザニアのウサンバラ産地周辺で16種が生息している。この他にタンザニアではヌグル産地に5種、ウルグル産地に3種、ウカグル産地に1種、ケニアではテータ丘陵に1種が知られている。 他の多くの岩タバコ科植物と同様に、種として霊涼な日陰、多湿の環境を好み、渓谷沿いの断崖の湿った岩壁や、熱帯雨林の苔むした樹木に着生する。日本の岩タバコやシシン神ンの生育環境を思い浮かべると、こうした岩タバコ科の植物の生育に公的な環境は想像しやすい。なお、ウサンバラ産地、ウルグル産地、テイタ丘陵では、 農地利用のための森林伐採により、林床が乾燥し、セントポーリアの生息地が年々減少している。原種の分類に関しては、様々な議論があるが、ここでは最も一般的な24種を紹介する。ここに記した以外にも数種の変種が知られている。セントポーリアオービキュラリスこれまでに、足したような園芸品種が作出され、その数は2万種とも3万種とも言われている。 花色は赤、紫、青、白など多彩で、色合いにもフクリン、覆輪、イストライプ、スプラッシュなどがある。花型には、プレーン型、スター型、フリル型などがあり、咲き方にはシングル咲き、セミダブル咲き、ダブル咲き、フルダブル咲きがある。葉の形も多様で、プレーン型、スプーン型、フリル型、ウェーブ型などがある。園芸品種は、 それぞれの種の特徴により、以下のような種類に分けられる。日本では1970年代からラプソディッシュが販売され、人気を集めた。川上敏子は、日本の気候に適した室内栽培法を考案し、日本におけるセントポーリアの普及に努めた大一人者である。ありがとうございます。